絵画空間ぐらいはもうちょっとふざけてでもいいかなっていう、自分の中で理想的なバランスがあって、ぬいぐるみが持ってるその安心感のあるゆるさとか、それをなるべく見つけようとしています。彼が追い求めたゆるさの先にあったもの。ブレイクビュー、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。画家高橋智弘、少年の頃から絵を描くことが好きだった。登場するのは幼い頃母がくれた友達。僕がなんか4歳ぐらいの時からすごいぬいぐるみが自分の家族というか友達というか、そういう気を使わない存在で、本当に日常の会話のような感じでぬいぐるみを描いていて、そうすることでこういう空間があったらいいなっていう、見てる人が軽く愚痴が言えるぐらいの空間を作ろうと思って表現したりします。誰も傷つくことのない理想の世界を描きたい。だからこそ一筆に込められる命の灯火。絵画を通して表現するときに、ただなんかその実物を描くんじゃなくて、自分のその心の中にあるそういった情景を筆に写して表現すると、生命力が絵画の中で強まったり、結構緩いけど強い存在感っていうか、もうそのバランスがすごく僕の中で大切で、なんかちょっとずれたような落書きとかして、なんかそういうずれとか、すごいそのいい意味でなんか生きてるように見えるんですよね。言葉だけでは伝えられない思いをアートに、理解されるかどうかではなく、見る人の価値観に問いかける。僕の好きなモチーフとかぬいぐるみとかを描いたりすることが、他の人が見たらどうかなと思うんですけど、7、80億人いるんで、なんか同じことを考えてる人がいる可能性があるなとか思うことがあったりするんですけど、もしかしたら見てる人が好きになってくれれば嬉しいですけど。自分だけの世界をみんなの世界に、心の中を描き続ける高橋智弘が望む思いとは。いくらなんでもその僕がしてるような見え方は他の人には見えないし、他の人がしてる見え方って他の人には多分僕も絶対見えないので、なるべくその自分の目線になってくれるようにやってるというか、そうすることでなんかまた違う見方も僕は見えるし、それと同時に自分もすごく楽しいですし、そういうことを考えながら取り組んでいこうかなって思ってますね。はい。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は現代アーティスト斑斗万次のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。